は注目シリーズエースの赤の3番シャワー西村光太。初日はまくり追い込み、昨日はホーム先行。さあレースが動いて小坂井、昨日は金先行堂々押し切りました。小坂井がまず前に出ます。6番の網谷が2番手、それから3番の西村は中段中段に、いやーこのまま行くのか。まずは風を切っていこうというところが、様子を見ていきます。3番の西村、しかしながら9番鷲田、ここも積極的にかけるのかどうか。さあそして今日本で最も注目度が高いカラーブルーの4番車松岡が一気の発進です。さあ勢いのある4番車松岡、逃げてどこまでの勝負になりました。番手には地元の山崎俊水があります。3番手からは9番車鷲田が行って、さあ注目3番の西村は、さあここはほぼ苦しい状況に追いやられた。バック8番手、先頭逃げていく4番車松岡、番手絶好からは8番山崎、全く変わらず。3番手からは9番車鷲田が直線の足を使ってくる。先頭4番松岡が粘っている。さあ松岡粘った粘った粘り切りました。アップレです。